公共曲第29番補聴調方冒険 i-29 はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンの公共曲。実質学府から1765年に作曲されたことが判明している。作曲者の補聴調の公共曲は少なく、他に第12番があるのみである。3、4拍子。4分音符が主体であり、テンポ指定の割にゆったりと進行する印象を受ける。 弦楽器のモチーフに、大募へのア音が応える、印象的な第一主題を中心に展開されている。一丁調二、四拍子、そなた形式。弦楽器のみで演奏される。モチーフの断片を第一バイオリンと、第二バイオリンで交互に出し合い主題の旋律を、形成する。旋律の反復の際には役割が交代する。合間に、低弦により流れを分断するような競争で、 愛の手が挟まれる第二主題は、シンコペーションのリズム。主部は、流れるような旋律で一貫し、強弱の対比がはっきりしている。トリオは、ほたん調に代わり、ホルンと弦楽器により伴奏と思われる音景が延々と、そうされるものの、旋律らしいパートを書いていて異様である。これは作曲者の独創性との見方もできるが、当初書かれていたものが、 演奏者の都合で削除された可能性もある。4四拍子、そなた形式。アルペッチョや音階で広い音域を上昇や下降する動機を組み合わせた快活な楽章。低音楽器は単純に同じ音を刻む。アルペッチョによる冒頭動機は展開部において徹底されている。水部は主に音階の加工。結尾は音階上昇からなり。 バランスが取れている。ありがとうございます。